はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィニングレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回ですけれどもね、10月17日木曜日のメンテ後にやってくる週刊 FP ガチャの予想をやっていきたいと思います。そのガチャなんですけれども、2度目の代表 FP ということで、おそらく欧州予選各グループリーグ第7節が選出対象になると思います。まあ、その他ね、親善試合並びにアジアのねワールドカップ予選なんかもちょっと対象になるかどうかっていうのがね、まあ、前回ではねちょっとわからない部分はあったんですけれども、まあ、可能性としてね、まあ、あるという認識でやっていこうと思います。で、今回ね、まあ、ちょっと予想以上にね時間かけれなくて、まあ、試合動画もいつもの、まあ、ハイライトでのね、ゴールシーンとかなんですけれども、まあ、手に入りにくいということもあって、まあ、時間もないということでね、今回、まあ、試合結果をざっと紹介した後、いきなりね、まあ、11人、選出、まあ、紹介していこうと思います。なので、今回ね、まあ、期待度大とか、中とかいうのはなしになります。割とね短くなると思いますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、それでは行きましょう。はい、それではね試合結果の方をざっとおさらいしていきたいと思います。各ね、まあ、親善試合、アジアのね予選の結果なんかはちょっと選出されないかなと、まあ、今回ちょっとあまり、まあ、ブラジルなんかも、あまりいい結果ではなかったので、そこからちょっと出てこないかなという、気がします。なので欧州予選を中心に行こうと思ってます。はい、ということで、まずはね、ベラルーシ対エストニア、ここは引き分けということです。スコアレスドロー、まあ、特に来そうな選手はいないですね。オランダ VS 北アイルランド、デパイ2ゴールの活躍、ここはねかなり、まあ、2度目の同じくね、前回は代表 FP やったんですけれども、また今回も来るかなといったところ。ちなみにフレンキー・デヨングが1アシストしてます。そしてルーク・デヨングね、1ゴールの活躍でした。でクロアチア対ハンガリー3-0、まあ、ルカ・モドリッチはね前回の FP 週刊 FP 会社で来てるんで、まあ、特に来ないかなという気がします。ペトコビッチの2ゴールはね結構可能性高いんじゃないかなと思います。スロバキア対、ウェールズ、まあ、ここは関係ないかなって感じがしますね。はい、1対1の引き分けなんでね。でオーストリア VS イスラエル、ヒンテレッガーというのがセンターバックの選手ですね。まあ、この選手が1ゴールの活躍でした。ザビッツァーとかもね結構名前聞いたりするんで、まあ、ここも注目ですよね。でマケドニア VS スロバキア、2対1で、マケドニア勝利、まあ、ここって結構金星と言えるんじゃないかなという気がします。まあ、2ゴールのイルマスは、結構、熱いんじゃないかなと思います。ラトビア VS ポーランド、もうここ鉄板じゃないでしょうか。レバノフスキーが3ゴールの活躍でした。はい、ベルギー VS サンマリノ、9対0で、まあ、大勝してますねベルギー。どうでしょうね、まあ、ルカク2ゴールなんで、まあ、他の選手もまばらにゴール決めてるんですね。まあ、ルカク2ゴール、まあ、ここは注目ですし、アルデルバイレルトが、まあ、センターバックでゴール決めてるということで、ここも非常に、ね、注目だと思います。次行きましょう。ロシア VS スコットランド、ロシアが、ね、4対0で勝利しています。まあ、ここなんですけれども、ジュバ、この選手が2ゴール1アシストの活躍でした。他で言うとゴロビンは1ゴール2アシスト、まあ、ここもね、十分可能性としてはあるんじゃないでしょうか。次行きましょう。チェコ VS イングランド、チェコが、ね、2対1で、金星上げてますね。ただねこれゴール決めたヤクブ・ブラベグ、オンドラシュクというね、選手たちなんですけれども、なんかねチェコ代表に搭載されてませんでした。ちなみにねこのねヤクブ・ブラベグという選手はセンターバックで1ゴールなのでね、まあ、ここ後にちゃうかなと思ったんですけれども、まあ、搭載なしということでどうなんかというところです。モンテネグロ VS ブルガリア0対0の引き分け。ウクライナ VS リトアニア、2対0でウクライナ勝利しています。まあ、マリノフスキー、この選手が2ゴールの活躍でしたので、まあ、注目じゃないでしょうか。ポルトガル VS ルクセンブルク、まあ、各選手、フォワードが、ねまあ、1ゴールずつ上げてるんですけれども、まあ、ここちょっとどうなんかというところです。はい、ゲデスが、ね、1ゴール上げてます。これ途中出場で、のゴールなので、まあ、ここも、ね、可能性としては高いんじゃないでしょうか。次アイスランド VS フランス、ジルーが PK によるゴール、ここちょっとね PK なんでね厳しいですよね。アンドラ VS モルドバ、1対0で、アンドラ勝利。トルコ VS アルバニア、まあ、ここも1対0ですね。ウノゼロです。グルジア VS アイスランドはスコアレスドロー。デンマーク VS スイス、1対0で、デンマークは勝利。フェロン諸島 VS ルーマニア、ここで、ね、まあ、あのゴールは決めてないんですけれども、ベンザルという選手が、非常に評価が良かったです。18本中クロスを、ねまあ、7本成功させているということで、まあ、可能性としてはあるんじゃないかなと思います。
次行きましょう。ボスニア・ヘルツァゴビナ VS フィンランド、4対1で、ヘルツァゴビナが勝利してます。ペニッチがね2ゴール上げる活躍、まあ、1個は PK だったんですけれども、まあ、ここも可能性としては高いんじゃないかなと思います。ノルウェー VS スペイン、1対1の引き分け、まあ、引き分けだからねここはどうかなっていった感じですね。でマルタ VS スウェーデンは0対4でスウェーデンが圧勝してます。ベンソンという選手が、1アシストですね。この選手レフトサイドバックの選手なんですけれども、まあ、搭載がないのでちょっと微妙だなという感じですね。でイタリア VS ギリシャ、はい、2対0で、イタリアが勝利してます。まあ、手堅いですね、2-0というと。でリヒテンシュタイン VS アルメニア、1対1の引き分け、はい、ということで、まあ、以上ね、まあ、こんな感じで欧州の結果はありました。それではね早速11人選出していきたいと思います。ナンバー11、伊藤純也選手。ちなみにね日本代表 VS モンゴルは6対0で、日本代表が勝利してます。前回の代表 FP だけでは果たして範囲は不明なんですけれども、まあ、日本代表もその範囲となるのであれば可能性は、十分あると思います。まんべんなくゴールを決めた日本代表選手たちの中で選ぶならやはり、3アシストとインパクト十分だった伊藤選手じゃないでしょうか。先制点のね南野選手も捨てがたいですけれどもといった感じですね。はい、能力値こんな感じです。スパサブついてるの偉いですね。はい、ということで次行きましょう。ナンバー10、ブルーノ・ペトコピッチ。2ゴールの活躍の長身センターフォワード、初めからスーパーサブがついてるのは、いいですね。ということで、能力値こんな感じですね。ちょっと物足りないかなって気がしますけどね。はい、しっかりスキルはたくさんついてます。はい、ということで以上。ナンバー9、エルジフ・エルマス。2ゴールの活躍でスロバニア撃破に貢献、ナポリ所属は知らなかった、20歳と若く今後が楽しみ、きっと上限レベルも高いやろ、ということで、ノルクチこんな感じです。はい、ということで以上。ナンバー8、ブスラン・マリノフスキ。先ほど紹介のエルマスよりは自信あり、こちらも同じく2ゴールの活躍、なんか微妙な人選が続くな。そんなマリノフスキ選手の、能力値こんな感じですね。結構スキルを持ってます。はい、ということで以上。ナンバー7、ルーク・デヨング。 FP デパイは初っ端来てるからちょっと厳しいかな。フレンキー・デヨングは来週 CS バルサが来たら絶対そっちに選出されそうやもんな。ということで、まあ、ちょうどいいのがこちらじゃないでしょうか。途中出場、そして1ゴールという結果を出した。うまい具合にスキルが1個空いている。ぜひともスパサブ付きで。ちなみに所属クラブではセビージャに移籍してからここまでノーゴールと苦しんでいる。浮上のきっかけとなるか、ということで、そんなルーク・デヨングの、能力値見ていきたいと思います。はい、まあ、こんな感じでね、ちょうどスキルが1個空いてるんですよね。ここにスパサブつけて登場となるんじゃないかなと思っております。はい、ということで以上。ナンバー6、フェデリコ・ベルナルデスキ。途中出場1ゴールの活躍、そうなるとあのスキルの負荷に期待しちゃうよね。魔法の左足を持つイタリア期待の若手と思ったけど、もう25歳になっちゃってますね。はい、ということで、そんなベルナルデスキの能力値見ていきたいと思います。で、スパサブついてくるかと思ったらすでについてました。これはね、知らなかったです。今回結構スパサブつきそうな選手って多いですね。はい、以上ベルナルデスキでした。ナンバー5、アレクサンドル・ゴロビン。同じくロシア代表選手のジュバ。2ゴール1アシストと、選出を悩んだが、他の選手と見比べた結果、センターフォワードは今回多すぎるかなということで。前作もたびたび来ているゴロビンは FP で来ると人気選手でもある。そんなゴロビンの能力値見ていきたいと思います。もうスキルは埋まっちゃってますね。はい、ということで、アレクサンドル・ゴロビンでした。ナンバー4、カスパー・シュマイケル。近頃は POTW、CS ともにゴールキーパーの FP 選手は必ず来がち。あまり活躍したゴールキーパーはいなかったが、枠内4本シャットアウト、無失点勝利は妥当な選出。そんなカスパー・シュマイケル選手の能力値見ていきたいと思います。まあね、ギリギリ金玉ということでね、能力も高いです。はい、なんかたくさんスキルついてますね。はい、ということで以上、カスパー・シュマイケルでした。ナンバー3、トビー・アルデル・バイレルト。正直ベルギーからはゴール決めた選手は誰が来てもおかしくない、というか誰か一人はベルギー選手が来るだろう。センターバックで1ゴール、そして評価点の高さが決め手だ、ということで、そんなアルデル・バイレルト選手の能力値見ていきたいと思います。
ちょっとね、身長が186センチと、まあ、センターバックにしては少し低めかなって感じがしますけどね。スキルも少なめです。はい、ということで以上。ナンバー2、ミラレン・ピャンチ。2ゴールの活躍、PK 含みとはいえ評価点も高いので搭載ムードがプンプン漂う。一度ユーベのクラブセレクションで来ているが、今回来ればその時以上の能力値を持って現れるだろう。ということで、そんなミラレム・ピャンチ選手のね、能力値見ていきましょう。若干噛みまくりましたけどね。はい、こんな感じです。スキルはね、すべて埋まっちゃってますがね、結構僕はお気に入りの選手です。はい、ということで、以上、ミラレム・ピャンチ選手でした。今週の週刊 FP ガチャ、目玉選手は、ポーラン、ロペル・トーレ・バンドフスキー。バイエルン・ミュンヘン。ということで、今回の週刊 FP ガチャの目玉選手はロベルト・レバンドフスキ選手です。これだけ選出が難しい今回の代表 FP ではっきりと分かるハットトリック選手、まあまあほぼほぼ確実にやってくるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、レバンドフスキの能力値見ていきたいと思います。まあ文句ないですね。まあこれまで結構ゴール、バイエルンでね、まあ、所属クラブでゴール決めてましたけれども、まあなかなか来なかったんですけど、まあ今回こそ、来るんじゃないかなといった感じです。コンディション安定度も非常に高く、そしてスキルも、たくさん持ってます。はい。まあ1回1台欲しい選手ですよね。はい。ということで、以上。皆さんいかがだったでしょうか。また、ね、今回ね、まあ、ちょっと連休が重なったりして、あまり時間が取れなかったんですけれどもね、またね、来週しっかり、予想していきたいと思いますので、また次回も見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。